ちは。無事昼の受付に来ました。大きな大会なので出場者の自転車がいっぱいです。天気が悪い予報でしたが、なんとかなりそうな天気で良かったです。今回のバイクの構成は、フロントは 50mm のホイールを履き、空力を少しでも稼ぎ、リアは実力が怪しいのでペラペラの軽いホイールで少しでも楽をする構成です。タイム表も高望みのシルバーを真ん中に、左にはブロンズ、右には1時間45分切りのタイム表を。これは人の家の犬です。ギア比は特に何も手を加えてません。会場内に懐かしいホイールを履いた自転車がありますね。ニューロンウルトラはリムが軽いホイールなので、ヒルクライムでは力を発揮してくれそうです。受付を済ませ、預ける荷物も詰め終わりました。他の参加者に比べ明らかに少ない装備で舐めてかかってますね。これが預ける場所です。かなり細かく分けられているので、荷物が壊れる心配はそこまでなさそうです。やることは終わったので、同時開催のサイクルエキスポに行きます。カンパニョーロブース、新しいボーラウルトラ WTO がありました。ニーズのブースでは新型のレッドを動かすことができました。快適にサクサク動いてくれる感じがしました。実装時は知りません。新型ルックのペダル、形がごつくなって好みです。最近使う人が多いカデックスウルトラ、極太カーボンスポークがかっこいいです。サーベロブースでは S5、R5、ソロイストが試乗できるようです。借りました S5 です。感覚はフレームの中空間が感じられて、ホイールで安定感を与える印象でした。リドレーのブースでもバイクが試乗できるようです。借りましたヘリウム SLX です。こっちはある程度の出力でずっと踏むと良さが出ると感じました。さあレースのブースではウェアがセールで売ってました。この薄いジャケット欲しかったんですよね。サイズが S で適正は M ですが、着れたのと将来スマートになることに期待を込めて買いました。目標を書くと達成率が 33% 上がるというので、舐め腐った目標を書きました。達成できたらいいなの精神でいきます。たくさん買っちゃった。先日はこんな感じでした。レース頑張ります。当日はこんな感じでみんなで登りました。荷物受け取り場所で座り込んでいます。なんとか雨が降る前に登りきりました。ゴール地点はお祭り騒ぎのようです。標高が高いので膨らんでいます。ここでひとつまみの優勝を。
バスが出発しました。雨の影響で遅めの出発です。快調なペースで下ってくれてます。ふもとのうどん県で食べたうどんは命の味がします。結果ですが、まあこのリングを取ったので来年やる気があればまた走ります。